どうもめっちゃめっちゃメッセです。はい、今日のテーマもうパッパッといきます。今日のテーマはメッシが今まで出会ったことある中でエグかったバッター現大学生編でいきます。はい、もうねこれはね正直ね結構迷いました。もうエグいバッターめっちゃ多かったんですけど、自分の記憶で言う、まあ、中高の中の記憶でいきます。でエグいなって思ったバッターをどんどん紹介していこうかなと思って、だからねもういきなり名前とか勝手に使っちゃうんで、なんかまあもうそれは申し訳ないです。だからなるべくディスないようにいきます。はい、まず3位、もうこれはマジで正直衝撃的やったっすね。じゃあベスト3からいきます。もういきなりね3位、敦賀気比から敦賀気比高校現同志社大学水木森。これはねえぐいですよ。これは正直えぐかったです。あのね自分ら中学校の時に、まあ、言ったら枚方ボーイズとサバイボーイズって、まあ、ライバルチームみたいなところだったんですよ。ほんで正直な話もう自分らもうマジで試合負けたことなかったんですけど、初めてもう連敗もう50何連勝を止められたのが確かサバイボーイズ で練習試合やったんですけど、なんか練習試合のになんかいきなりデータを超えてきて相手強いからみたいな感じで、そんな絶対全然やろみたいな感じで服いけんやしみたいな、そんな田舎に野球うまいやつおらんわとか思って行って試合したんですよ。ほんなんねそこで初めて負けたんですよ。だから当時自分のレース140キロですよ。で真冬でもない冬ばっかり、もう低下時間でなんか試合して、でもそれでも140ぐらいで取ったんですよ。でそんな打てるはずないじゃないですか、冬場に140中学生打てるはずないじゃないですか。それをねこの杉森くんあちえってバックスクリーン放り込んだんですよ。あもうこの時にもう今でも覚えてます。あもうこれはえぐいなってなって、その後にねもう敦賀気比でこう甲子園にも出てキャプテンで、ほんでその後同志社大学に進んだっていう、ね、もうこれは正直めちゃくちゃえぐいですね。もうだからアンダー15も選ばれてましたし、ネオ選手とバッテリーも組んでました。これはもう3位です。現同志社大学です。ほんではいもう2位いきます。もうパパッといきますね。2位、これはね結構、まあ、有名です。結構有名です。しかも普通に有名です。いきますよ。2位、三重高校から近畿大学行きました。梶田、もうこれはえぐい。マジ正味これはえぐいです。なんかねこう昔なんかインスタのストーリーかツイッターかで回ってきたんですけど、あの三重県で小物高校っていうね、もう謎にどんだけ、ピッチャーばっか輩出すんねんみたいな高校あるんですよ。今中日ですかね、どっかなんか兄弟がおる岡林投手っていうピッチャーと、あとその、田中投手っていうね今広島の投手がおって、ほんならそんなもう A ピッチャーばっかをもう輩出するエグいチームがあるんですよ小森高校っていう。その150キロエグいピッチャーとその梶田くんがなんか対決してるみたいな、引退してからですよ、動画があったんですけど、もうエグすぎて。それもんで三重高とね自分らも試合したんですよ。ほんでこれもねこの前話した名将も明石商業の話に似てるんですけど、学校終わりね連れとって、ほんならパッて急に起きたら三重高なんですよ。もう強豪校ともう急に決まりますからね。ほんで三重高と試合したんで、夕方もう5時ぐらいでもう薄暗い中で試合して、ほんならもう坂本選手って、まあ、有名な選手放ってきて、またもう球見えないんですよ、早すぎて暗いですし。でそん中試合して、ほんで自分らもピッチャーがこう放って、ほんならね三重高のその梶田選手はもうエグかったですね。もうほんまにこうファースト守ってるやつがバーンってなんか多分ファースト線がなんか抜かれたんですよ。ほんならなんか自分に文句言ってきましたもんね、後輩のくせに。もうこんなん罰ゲームっすやんっていうぐらいもうバッティングが良かったですし、なんか覚えてんのはそういうツーベースとかバーンって打って、ほんなら自分らなんかなんでしょう、ポテンヒットとかでもほんまなんなら1週間ぐらい自慢するようなやつらなんですよ自分ら。だからその集団の中で育ってるからバーンってツーベース打って、うわえぐーとかってあれは気持ちいいやろなとか思って、ツーベース打ってもう無表情、うわかっこええってなりましたね。バーンってツーベース打って、うわエグーとかってあれは気持ちいいやろなとか思って、ツーベース打ってもう無表情、うわかっこええってなりましたね。
もうイチローのようなね、このポーカーフェイス、あれは良かったですね。もうだから2位は梶田選手です。もう1位気になってきたでしょう。これ1位は正直えぐいですよ。1位は、あ、確かに。でもね、なんかね、こう見てもね、分かると思うんですけど、これ結構自分の好みが出てるんですよね、このバッターの中に。なんか分かります？なんか、あ、このバッター好きやなっていう自分のなんかね、勝手な好みが出てるんですけど、もう1位いきますね。これは正直、ド有名です。ド有名です。1位、大阪桐蔭か、同志社大学、キャプテンです。青木か。えぐいで、これはえぐいで。これね、中学校の時にまだその青内くんが名前売れてない時に、でもなんかツイッターでバーンって出たの覚えてません？どこどこの誰々大阪桐蔭、どこどこのなんか大阪桐蔭の新入部員がえぐすぎるみたいな、もうでもツイッターで見とって、うわもうえぐいなってなってたんですよ。で自分は一方的に知っとって、ほんで試合する機会があったんですけど、もうね、もうそれこそまだ全然もうめちゃくちゃ ちっちゃく、めっちゃちっちゃくはないですけど、もう細かったですし、そんな感じで、え？で、なんか4番になんかちょごっついやついたんですよ。鶴が激かどっか多分行ったと思います。結構そいつも有名で、そいつがやったらあかんね。その選手も有名で。ほんで、それが遠いんかなと思ってたら、青木選手ってどれやろうと思っとったら、もう全然ひょろひょろ、そんな感じやったんですけど、打席立ったら、もうえぐいですよ。もうなんていうんですかね、自分らこうね、高校の時にね、なんか言われとったんですよ。なんかパンチショッカーみたいな。なんかパンチショットしろみたいな、このなんかわかります、このなんかこうなんていうんですかね、こう広角に打てるやつみたいな、でなんかそんなの言われとったんですよ。なんでパーって見て、あの青内選手はえぐいですね。多分でもね、なんかやっぱ何が一番えぐいって多分ですけど、なんかセンス型、センスもめちゃくちゃあるんですけど、多分鬼の努力タイプなんですよ。それがねやっぱね渋いですよ。でもちょっと文句じゃないですけど、言いたいのは、多分あの青木スマイルってあるんですよ。ね、有名なあの大阪桐蔭でバーって、でメディアがこうね、青木スマイル、青木スマイルって言うから、俺多分やけど、なんかあんな笑顔なる？あれは多分自分が思うには多分メディアに言われてさらに笑顔を多くしてると思うんですよ。それは絶対あると思います。もう多分絶対そうです。自分も多分メッセスマイルって言われたら多分動画ずっとこうやって喋ると思います。いやでもあの笑顔はモテますね。だからね、もうそのね、やっぱこう青内選手やこうね、今言った選手がで、まあモテてたじゃないですか。ほんで特にね、この青内選手って言ったら大阪じゃないですか。ほんならもうね、よう青内くんファンやねんってなんか狙ってる女の子とかに言われたりした覚えあります。地味に恨んでます、あの笑顔。ということで、メッセスマイルも一応しておきます。ああ、あとそうそうそう、思い出しました。あとね、あのね、このね、ルーティーンあるじゃないですか、あの青内くんのこのね、もう文句なんですよね。ガーってやるじゃないですか。もうこれはほんまにもう多分俺しかもうみんなに言ってあげれへんと思う。もうほんまにこうね、中川くんがこれね、よく自分の動画で言うんですけど、このこういうルーティンとかあるじゃないですか、いろんな。わあ、もうほんまにこれは痛い。もう多分ね、自分の YouTube 見てる方々は多分野球そんな上手くないんですよ。多分上手くないやつの話なんでね。だからほんまにこれだけは言わせてください。あんま上手くないやつ、絶対ああいうルーティンはしたらダメです。あんなんしとったらほんまにモブキャラはどつかれます。わかりましたか？もう肝に銘じてください。唯一いいルーティンてか、まあね、自分らでもモブキャラでもできるルーティン一個自分が教えます。出す気立つでしょ、お願いします。出す気立つでしょ。でその時にこう帽子をこうするぐらいやったら多分怒られないと思います。はい、ということで、帽子をこうするぐらいやったら多分怒られないと思います。はい、ということで、もう今日はやってきました。もうね、どんどんなんか適当って言ったらあかんな、しっかりもう話してなんかこうしてほしいテーマあるとか、ちょっとアドバイスコメントをちょっと書いとってください。なんかね、今からちょっとこう実際に野球とかもどんどんしていくので、
もうね、もうこの YouTube を通して自分ほんまにね、バッティングの打撃フォームがもうめちゃくちゃおかしいんですよ。それも改善して、で、守備にももっと磨きかけて、野球もめっちゃ上手くなって、トークもめちゃくちゃ上手くなって、登録者めっちゃ増えて、高評価めっちゃ増えて、コメントめっちゃ増えて、いけるように頑張っていきます。ということで、ありがとうございました。それじゃあ次の動画でコメントを書いてください。以上。